この電車はハウステンボス。長崎県佐世保市のテーマパークハウステンボスへのアクセス列車として活躍する特急電車だよ。赤と緑のカラフルなデザインが可愛らしい電車だね。きらめきは博多駅から小倉駅を走る JR 九州の特急列車だよ。落ち着いたカラーのかっこいいデザイン、ゆっくりと旅を楽しみたい人にはおすすめの電車だよ。緑は博多駅から佐世保駅の間を走る特急列車。シルバーのボディにグリーンのラインとワンポイントのレッドが特徴的。太陽と緑の国と言われている九州にちなみ、爽やかな色をイメージした特急電車だよ。
特急ソニックは深いブルーでデザインされた博多駅から柳ヶ丘駅、大分駅、佐伯駅間を走る電車だよ。ソニックという名前は音速という意味を持っているよ。これは特急海王。直方駅から博多駅間を走る電車だよ。海王という名前は直方市出身の大相撲力士である海王というしこ名から名付けられたんだ。人の名前が電車の名前になるのはとっても珍しいんだって。丸みを帯びた可愛らしい白いデザインの特急かもめ。博多駅から長崎駅間を走る電車だよ。車内にはギャラリーコーナーも設けてあって、文化やアートに触れることができるんだ。